はフライデー、肉の日でございます。明日からキサラギ、桃の節句の月に入りますが、本日も参りまする。お年寄りや体の不自由な方、お店に入ろうとしている方を先にお通しする、ドアもちゃんと開けて差し上げる、ほんの小さなことでございますが、気遣いができる人になりたいと思っております。それでは失礼いたします。